一週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは10月6日午前10時までの一週間に発生しました、震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この一週間ですけれども、震度3以上の地震が1回発生しました。地震としては、西日本の内陸部ですとか関東の沖合、元半島周辺で多かったといったことになります。そしてその震度3以上の地震。 ですけれどもこちらです。5日の午前9時前に発生をしました熊本県熊本地方の地震です。マグニチュードが3.4、震源の深さが10キロと推定されております。この地震で熊本市の西区や宇都市、宇寄市で震度3の揺れを観測しました。熊本地方を震源とする震度3以上の地震は今年の9月26日以来となります。9月26日の地震はもう少しですね南東側で。 起きました。今回の地震は少し離れた場所で起きたものということになります。でこの 熊本地方ですけれども、2016年に発生した熊本地震の活動域で起きたのが今回の地震と考えられます。熊本地方を震源とする震度3以上の地震は今年が4回目、去年が5回、そして一昨年が3回と過去5年間の平均でおよそ5回ぐらい起きております。2012年から15年の4年間、熊本地震の前は わずかその4年間で4回しか起きませんでしたので、熊本地震以前に比べると、まだこの活動域の地震活動自体は活発だといったことが言えます。なおですね、この5日の地震の後、この周辺で特に地震活動が活発化しているような兆候はありません。 そして海外の地震です。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の地震の震源をプロットしたものです。この期間ですけれども、最も大きかったのは南太平洋で起きたマグニチュード6.6の地震です。場所は トンガの近海となるんですけれども、震源が浅くて、まあ、地震の規模も大きかったんですけれども、この地震による津波の発生はありませんでした。また震源は島から少し離れていましたので、揺れによる影響も出ておりません。このトンガ近海ですけれども、西側の オーストラリアプレート、東側の太平洋プレートの境界付近にあたっておりまして、もともと地震発生が大変多いエリアとなります。2009年にはマグニチュード8.1という巨大地震が起きまして、 この時はですね島の周辺で4メートルあるいは6メートルといった津波が押し寄せて多数の死者が出たような被害もありましたこの2009年の地震の時は日本にも津波がやってきたといった事例となります最新の国内の地震情報ですとか海外の地震に関するトピックスニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます